昨日午後10時ごろ、台湾町の東北自動車道で、トレーラーが道路脇のため池に転落する事故があり、運転していた男性がけがをしました。東北道を青森方面に走っていたトレーラーは、あちらのガードロープを突き破り、道路脇のため池に転落しました。事故から12時間以上がたった現在も、トレーラーは残されており、積に荷と思われる木材が散乱しています。 警察によりますと、昨日午後10時ごろ、大和町落合昼袋の東北道下り線で北に向かっていたトレーラーが道路左脇のガードロープを突き破り、5メートルほど下のため池に転落しました。この事故でトレーラーを運転していた60代の男性が病院に搬送され、額を切る軽いけがをしました。転落したトレーラーの引き上げの見通しは立っていないということです。